おい、やりまっか。よいしょ。少しここら辺打ってみましょう。2月サーフゲーム。波はまあまああるんだけど、風も弱くて濁り少々。前回で釣れたところですね、エリア的に。カニをやってる方がいっぱいいらっしゃいます。今日も釣れりゃいいんですけど、これから下げますね。メタルジムをグッグッグ打っていきたいと思います。ほんじゃご視聴よろしくお願いしますよ。今12時半過ぎぐらいなんですけど、これから下がっていくような潮回りですね。夜、夕方下げですね。水の量はまあまああって、結構流れもあります。ゴミはないです。メタルジングフリッパーから始めてますが、何がいいだろう。いろいろ試してみますか。釣りはしやすい感じですね。稲津はねえでしょう、これ。いっぺん。イメージトレーニングだけは完璧なんだけどな。イメージトレーニングはよ。ガッキーと。ああ、釣れた。そう、うまくいかないよ、現実は。前回釣ったのに、ルアーを変えてみました。サブログ。このサブログ、アピールは効いてると思うんだよね。いや、意外と波もごしゃごしゃだよ。食らってまあんまり立ち込めないな、これ。押し戻されるそうなんだけどな。これ食わねえかな。何の当たりもねえどれ。めちゃめちゃいそうですよ。でも もうちょっと潮が緩いところ行ってみるか。行きまーす。どうですか、堀さんかなと思って。大滝だったんですけど、ええ、全然ダメで、今来たばっかりです。あ、そうなんですか、はい、隣でやってたんですよ。あ、そうなんですか。ダメ。ダメ。多分あの人が、うん、酒かなんかあげたのかな。あ、本当ですか。ここいつもね。そうですね。流れ、カニ網やってる人がいて、あ、ね、これ今やったんですか。動かしたんですか。結構流れが強くて、カニ多いですよね、今日ね。向こうもカニが多い。まあ、なんか満開に良さげな場所、うん、可能性ありますよね。流れが結構多い。今から時間なんで、うん、朝からやってるんですか、堀さん。今日朝6時から大竹です。あららら。ジムニー買っちゃったんで。あ、そうですよね。あれもしかしてと思ったんですけど、まさかの。じゃあどこでご飯食べたのかなと思って。え、飯？飯。ああ、飯は鹿島で食ってたんですよ。鹿島ですか。うん、鹿島のすき家で買ってきて、その後に。飛んでブーンってきて、やり始めたばっかですけど。マジか。ああ、これ一枚あげたいですね。そうですよね。ちょっと近く入らせてもらいます。はい。オープロビデオスタート。オープロビデオスタート。なんだこれ。ここ来たで。一投目。ゴミかな。カニ網？ではねえよな。わからん。なんだこれ。一投目だで。カニかな。カニだ。カニ。カニくん。これ離せ。オープロビデオスタート。オープロビデオスタート。なんだこれ。近づいたな。
取れちった。なんだ今の。いや、生命反応なかったな。そういうことね。見たことねえ、これない。803だ、ランクロの803。手振られて誰かなと思ったら803でした。ひらめだった。出た。やった。ソゲットまさかソゲットすぐ手前そこで。あ、じゃあお願いします。じゃあね、ピロンと。後で送ります。はい、あります。いい前釣れたぞ、ソゲット。手前でピロってやったら手のひらサイズが来るか。やったぜ。すんげえ。めっちゃついてる。大量。Let's go。 隣のスタッフへ移動します。ポリさんはまだ頑張るそうです。なんとか手のひらサイズは1枚釣れてるけどね、納得のサイズが出ておりません。なのでもう1個北へ移動します。移動、こっちの方が広々でいいです。のとこはカニ網でカオスだったんで、こっちで八村さんと頑張りたいと思います。いそうで食わない。なんでしょう、なんでしょうね、これすごいいそうなんだけど、下げでもあんまり水が引かないぞ。現在3時半、水があんま減らない感じがします。駆け下がりとかね、ジムで舐めるように脅してきたらガッてきそうだけどね、こんな甘くない。いいよこれ。この手前の横横がすごくいそうなんだけど、すいません。いねえってことはないと思うんだよね、タイミングなんだよね。お疲れ様でした。寒くなってきた。十分ですね、はい、まだやってるでしょ。あ、でももう俺も、うん、いつもそんな夕方まではやんないんで、明日早いんで水あんまり引かないですよね。そうなんですよね。ちょっといい感じで、はい、ここら いそうなんですけどね、前回もうガッツリなくなっちゃうんですか。もうちょっと引きますね、はい、でも向こうには舐め足がないんで、いやまだ打ちやすいですよね、はい、そこがボーンとだってその辺にも出てたし、はい、前回で釣れた時はまあ夕方、先週か、はい、暗くなる寸前だったんで、まあ、その可能性もあるけども、あの時とはちょっと違いますね、やっぱり荒れ方がもっと穏やかだったんで、向こうの方がなんかやりづらかったけど、魚はなんか魚気があるような感じはしたけど、ただカオスすぎてちょっとやってらんないんで。まあ今日はこんなもんで。あんまりこういうとこやったことないから面白いですよ。あ、全然ないですか、あっちには。もうこっちからして地形がね、ボコ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 。あ、確かにね、確かにね、また違いますよね、エリアが。